はいどうもこんにちは、アイコールです。今回はユギとヒラコシンジ組み合わせたパーティー使っていこうと思います。ユギに一番継承ですね。アシスト自由枠です。まあ列強化で軽く出していきます。ブラックマジシャンですね。ユギ装備継承で創作化耐性と列強化、そして覚醒無効回復のアシストですね。まあ覚醒無効回復スキルアシストしてください。ネルギアンテミカサ装備継承です。 L 字と暗闇耐性ですね。で、ネリカンテ、ムミア装備継承です。はい、毒目覚め対策。で、マデューはボンタ君継承で、雲と暗闇対策ですね。そして、ヒラコシンジがチュアンです。まあ、ユギとヒラコシンジの場所、アシスト自由なんでね、まあそこで足りない体勢は補ってもらって、操作負荷、雲、暗闇体勢の対策だけお願いいたします。で、まあ一応ね、代用と話していくとね、ユギもちろん代用なくて、ヒラコシンジ代用なくて、ブラックマジシャンはまあ遅延できればいいんで、マデューでも OK です。ただまあスキルブース4つ持ちっていう点がね、めっちゃ強いんで、できればブラックマジシャンがいいですね。で、このマデューに関してはまあマデューですよね。まあもしね、ブラックマジシャン積んでる場合はマデューじゃなくてもいいんですけど、悪魔タイプに軽く出せるキャラ、悪魔タイプに軽く出せるキャラを入れてあげてください。変換とかあるとなおよしです。ネルギアンテ2体に関しましては、まあ、最低でもスキルブースト5か4ぐらいはこの2人で埋めたいですね。ブラックマジシャンとマドゥ入れることを前提にしてもスキルブースト4は必須です。で、まあ闇属性のドロップをたくさん作ってくれるね、キャラを2体入れてあげてください。まあ変換とか目覚めがおすすめです。まあただ基本的に代用はね、あまりありません。今回は理想編成使っていこうと思います。まあ平子信じね、今回みたいに闇染めしなくてもですね、光染めでも強いキャラなんで安心してください。じゃあまずは一旦ブラックマジシャン使ってあげて、はい、ひたすらこんな感じでスキルダメしていきます。はい、カット。はい、でまずは一発食らいます。耐えれます。こんな感じでまず一発食らってあげて、でマデュー使いましょう。でまたこっからスキルダメですね。まあ、この時点で遊戯変身できてるんで、基本的にスキルターンはかなり余裕あります。なのでまあネリカンテの場所は代用は全然できます。はい、でまあここもまたしてもひたすらスキルダメですね。闇属性消さない方がいいんで突破しちゃう可能性あるからね。で、まあ、ここまで耐久したら突破していきましょう。7コンボ組んであげれば、リーダースキルが発動します。あと、スキルダメする途中でネルギガンって打っておいてあげてください。溜まっちゃうこと多いと思うんで、こっちは溜まってて OK です。てか、あれだね。まあ、今回の演出の場合だったら、マドゥーに弓矢装備つけてあげるのもありかな。まあ、でもめんどくさいからね。ちょっと正直、初手で遊戯のスキルダメしておかないと、ペルセポネ来た時にね、少しめんどくさいんですよ、スキルダメが。そうだからできれば1回走で、まあ、楽にスキルダメしておいた方がいい。7コンボ組む際の余ってるドロップ数の数って6個なんで、結構ね、まあ、パズルに関してはまあギリギリになると思う。まあ6号だから仕方ないんだけどね。はい、まあとりあえず倒していきましょう。7コンボ組んでいきます。まあ7コンボのパズルが難しいけどね、7コンボ組んであげれば遊戯とすごい相性が良くて、 HP18 万、回避力も11万ぐらい、こんぐらいあって、さらに軽減晴れて軽くも出せるんですよ。そうで、闇属性ってやっぱりブラックマジシャン、マデュー、遊戯、ここら辺がめっちゃ強いんで、正直どうにでもなるじゃん、キャラだからね。ゴリゴリに安定して使えるパーティーになるんだよ。だからめちゃめちゃ強い、そんな感じかな。解説するならば超強いです、マジで。でここネル打ってあげて、万が一落ち込んこなかったらやばいですけど、まあ多分来ると思うんで、耐久でもしながらいい感じにね。はい、闇2個呼んであげましょう。まあ来ますよね。で次闇6消して倒します。はいはい、でここでまあ闇6個消ししてあげて突破していきます。まあ、長いからねこの行動が。あ、ミスった。まあいいや。はい、これで突破していきましょう。で次の回数をここね、梅宮確定打ちです。絶対に梅宮打ってあげてください。あ、でもあれなんですよね、今回、あ、そう、平子真嗣がエンハンス持ってんだ。そうそうそう、だからここ平子真嗣打ってあげたらエンハンスなんですよ。でノエルのあれを消せると。ごめん、あとね、海や打つのここじゃないわ、6回数確定打ちですね、すいません。6回数確定打ちなんだけど、平子真嗣が覚醒無効回復とエンハンスどっちも持ってて、烈海の化身専用スキルなんですよ、これが。マジでそうだから、ボスでオーディンドラゴン対策とか超簡単で、これのおかげで、だからすげえ優秀。ノエルもこんな感じで5ターンのね、軽々しいスキルで突破できます。軽々しいっておかしいけど、軽いスキルで突破できます。で6回層耳は打ちましょう。だから平子真嗣超強いんだよね。だこれが属性相性合ってないのに、まあフレンドとして使ってる理由であって、うん、本当に強いから、この子が。特に烈海の化身って76である必要もあんまりないしね。そう、まあ対策するギミックも結構限られてるから、遊戯いれば十分対策できるから、そこら辺全て対策できるのが普通にチート級に強い。でも今回本当はサブにバクラ3枚ぐらい入れたかったんだけどね、7階層で不動明王来たらめんどくさいんでバクラは入れませんでした。ただまあ今回入れててもよかったね、こっちなら。まあ2分の1でね、不動明王来るんですけど、不動明王の場合は毎ターン14万ダメージくらい毒ドロップがあると攻撃してきます。
軽減ありでも10万8000円ぐらいですね。即死です。まあ即死じゃないんだけど、実はこのパーティーだと。でも耐久力基本足りません。毎ターンね耐久力激減してくるんで、バステと積んでギリギリぐらいなので、まあ基本的に無理です。なのでまあ今回は積んでません。エルギガンテがまだまだたまんないんで、一旦ちょっと盤面整理しておきましょう。指4秒減らされるんですけど、まあそれだけなんで全然大丈夫ですね。指だっけ、ちょっと覚えてねえや。今回の編成6解除はネルギガンテなんで、まあ、木で6解除しましょう。うん、指ですね。4ターン内で4秒減ると。はい。で、このまま倒していこうと思います。いきましょう。まずは列組んであげて、しっかりと火力出していく。はい、こんな感じですね。これで7コンボ組んでいきます。はい。キーナイス。まあ、指減ってようがね、正直。簡単に倒せます。6個盤面なんで。で、まあこれ指減ってる時だけこいつの先生がやばいことになるんだけど、まあこいつ10ターン指減らしてくるんで、そう考えると全然こっちの方がいい。6万なんて正直ね、平子真治強すぎて簡単に耐えれるんで、全然こっちの方が嬉しい。もはやそう嬉しいんだよね、こっちの方が。だから6万先生の方がね。 OK で、ここもまあいい感じに耐久しながら倒していきましょう。平子真治にお邪魔耐性プラスつけてるんで爆弾は食らえません。10ターン半減に関してはただただ直で食らうんですが、まあ正直回帰力4倍なんで、半減されたところで回帰力は2倍あります、すでにね。でもなおかつ逆に言えば、10ターンこれから回帰力0になる攻撃とかも一切食らわなくなるので、もはや味方まである、そのレベルで強い。で、10回走ありがとう、濃姫大好き、ありがとうございます。濃姫は神。あ、てかあれだね、覚醒無効火薬のこのスキルも別にいらないもんね、これ正直。ブラックマジシャンの覚醒無効火薬のスキルもさ、今回つけてるけどさ、アシスト一応自由枠だもんね、ここも。そう考えると平子真嗣の恩恵やべえよな、普通に、ね、別にこれいらないっていう、平子真嗣の覚醒無効火薬も。だってね、ブラックマジシャンのこの遊戯装備もいらないわけだからね、平子真嗣の覚醒無効火薬でどうにでもなるから。そう考えるとやべえな、マジで。やっぱ5ターンで覚醒無効回復5ターンってね、もう普通に烈海の化身ぶっ刺すようだからな、明らかに。烈海の化身のオーディンドラゴンに使ってくださいっていうのを略したらこういうスキルになるわけだから、すごいよね、それはそれで。ずるすぎる。はい、で、この無効貫通でしっかりと倒していきます。まあ、目覚めありで76番目にしてくれてるんで、何の問題もなく倒せると思います。OK。で、続きまして12階層。ここは普通に闇ロック消して倒していきましょう。で、次に色読んでいきます。よいしょ、下にしっかりと動かしておいて、次盤面狭くなっちゃうんでね、しっかり色読んでおきます。はい、まあ、多分来るかな、これで。ナイス。あ、はい、ナイス。ある、これあるね、ギリギリ。危ねえ。100万を1で倒していく。で、続きまして13階層。この子なんだっけ、属性機種だっけ。盾、盾か。オッケー、さてちょっと抜き切れるか分かんないですけど、マデュー頑張ってください。マデュー次第どうだ、マデューやれんのか。え、でも火力上がってるからね、一応平子真嗣15倍はあるんで、ワンチャン。どうだ、余裕やん余裕じゃん、強。14階層、これも悪魔キラーか。マデューやれんのか、やれんのか、マデュー。あとマデューって一応あれなんですよね、あのマデュー、マデューなんですよね、これ。マデューじゃなくてマデューなんですよね、これ。マデュー、マデュー、マデューなんです、マデュー。僕はこれからマデューって呼びます。うん、なんかあれじゃない、人によって癖ってあるじゃん、俺それなんだよね。そう、それでもマデューって呼んじゃってるから仕方ない。で、地獄階層ルーレットじゃん、いいね、センスあるわ。これはもうね、ありがたく利用させてもらいます。はい、じゃあこのまま突破していきましょう。指6秒なんでいい感じにいきますね、このタイミングでいきます。はい、一応列撃しておくか。はい、あ、やばい、ずれてる、やばい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 、ナイス、危ねえ、ずれてた。 OK、 これで倒していく。ちょっとルーレットでもこうなったらうざいですね、さすがに。まあうざいですけども、そんな問題じゃないから大丈夫。こうやってロックショットしてきたっけ、まだしてこないっけ、次まだしてこない。 OK、そうですね、でもここ変換なくて、なおかつ闇ドロップ全く作られてないんで、よし、これでまあ5コンボだけど
マデューいるから大丈夫でしょ。ナイスだなコンボ、これは絶対勝ったわ。まあ、マデューいるからね、悪魔キラーで乾燥してますね。ナイス、まあ、多分乾燥してなくても腕倒せてると思うんでいいですね。でこれでルーレットをしてくれるんで、まあ、さっきみたいな不安はもうなくなると。でまあずっと指半減食らっててうざいんですけど、ここはね、もうブラックマジシャン打っちゃいます。はい、ブラマジ打っちゃってなおかつ無効化ン組んで倒していきます。なのでブラマジプラスもちろんマデューも打ちますね。あれ闇ねえじゃん。あ、そっか、消されちゃうのか。マデューも打ってあげて、じゃあ無効化ン組んでいきます。いきましょう。パズルだけミスんないようにしてね。6秒しかないんで頑張っていきましょう。いきます。オッケー、こんな感じかな。はい、これで無効化含む3コンボ加算なんで確定で倒せます。これで突破していく。オッケー、続きまして18階層。あー、こっちか。ちょっとこっちならワンチャン初手ワンパン無理かもしれないんで、はい、ヒレフスが良いと。エルギガンテ打ってあげて、まあ、倒しには行きたいですけどね。マデューのキャラで抜けるかな。まあ、マデュー信じてみようか。一回いきますね。よいしょ。はい、こんな感じで1列含む7コンボ組んであげて、どうだ、マデューいける。いや、さすがに無理か。マデューでもこれ多分2パンできるんで、このまま倒しちゃいましょうか。あ、目覚めショック。このまま倒しちゃいますね。いきます。1列含みながら突破していきます。まずいですね、エビ間に合わなかったですね。でもナイス落ち込ん、普通にパズルミスしたけど助けられた。1手、いや2手間に合わなかったですね。光水組みたかったんだけど、でもまあ倒せたからいいでしょう。で19階層、芝ダラの場合、芝ダラの場合は普通に無効化組んであげるだけ。ネプダラの場合はもう遊戯使ってあげれば OK。で、オジダラの場合は、平子真治使ってあげれば OK。それだけです。超簡単。村マジ使ってあげて、平子真治打ちます。はい、終わり。めっちゃ簡単やね。で、盤面5コンボ組んであげれば倒せるんで、まあ、特にこういう人だったら無効化も組む必要ねえから、列で倒せます。はい、なんで、あれなんですけど。まあ、ただね、さすがに軽く怖いんで、しっかりと無効化組んでいきましょう。いや、列でいけんじゃね？普通に。神キラーのルッシュだって。全然倒せると思うんで、列でいきます。まあ、正味検証したいしね。うん、マジな話。いきます。じゃあまずは列で、これが気になったらいきますね。よいしょ。これは抜けると思うんだけど、どうなんだろうか。無効化なら 180% 抜けるんですけど、まずは列で一回様子見してみましょう。やっぱ倒せましたね。ブラックマジシャンに神キラー振ってるんで、エンハンスあれば簡単に抜けると思います。はい、そんな感じで今回はこちらのパーティーで烈火の化身でした。まあ耐久力は高いけど、やっぱ安定感で言えばネレ遊戯の方が圧倒的に上かな。ただまあ普通に強いとは思いました。特にね、烈火の化身では平子真珠ぶっ刺さると思うんで、ぜひ確保しておいてください。じゃあそんな感じで今日の動画終わりにしようと思います。ごめん、まだ今日の動画終わんないけど、この動画終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ちなみにタイムはどんなもんだったんだろうか。やっぱ7コンボ必須なのか。でもしんどいね、6号だと。3分でした。はい、バイバイ。どうなっとんね。